ですか、ホラーが私すごく苦手なので、すごく嬉しい気持ちもあるんですけど、もう今からすごく怖くて、台本を読ませていただいた時から毎日こう寝る前に思い出してしまうくらい怖くて、でもとても有名なシリーズの呪怨ということで、誰もが知っているので、親にも恩返しできるなと思いますし皆さんにこうね、こう言って、すぐに分かる呪怨っていうのが、そんな作品に出れることがとても嬉しいなと思います。監督からご覧になって、主演の佐々木さんの印象というのはいかがですか？とても目が綺麗な、ね、方なので、実はまあ割と最近初めてお会いしたんですけど、第一印象というか、ずっともう目にこう惹かれていくっていう感じの美しさで、ホラー映画ってやっぱりその主人公がどれだけ怖がっているかっていうことが、お客さんにとっての共有するホラー映画の一番大切な恐怖心だと思いますんで、そういう意味ではこの、美しい女性をずっと画面の中で見つめられるっていうことも、とてもこの映画のとても大きな、ことだと思いますし、とてもいいことだと思いますし、生ハゲの国から来たわけですよね何かしらなんかもっとプラスアルファ撮影中にものすごくなんかホラー映画としてのいいことが起きるんじゃないかという期待もあるし、とてもまだ撮影前ですけど、昨日も今おっしゃったみたいな、ずっと画面の中では佐々木さんを通して恐怖体験をしてもらうことになりますので、とてもいい女優さんに出ていただいたというふうに感謝しております。はい、じゃあステージ上で改めて自己紹介をお願いします。はい、年男役を演じます小林海と申します。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。元気いっぱいですね。いやー、こんなに可愛いのに、ね、もう本当に180度変わるんだなって思うと、いや本当にすごいなと思いますし、もうなんか想像ができないぐらいすごい可愛いなって思います。今日初めてお会いしたんですけども、もうメロメロになっておりますもうすでに海君、佐々木さんがメロメロですって、どうですか？佐々木さんを一生懸命怖がらせます覚悟しておいてください。どうぞ大きな拍手でお見送りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。ではどうぞお足元気をつけてご退場ください。